初めまして、直樹です。日本から、このメッセージを、皆さんにお届けします。改めまして、StepManiaX の、ユーザーの皆様、そうですね、かれこれ、もう1年ぐらい前からかな、カイリー君から、Facebook を介して、楽曲を提供いただけないかっていうような、ご依頼のメッセージをいただきまして、そこからですね、ステップマニアックスの、情報をですね、いろいろネットで調べさせていただいて、そして、まあ、何よりも、カイリー君からのですね、そのダンスゲームに対する、すごく熱いですね、思いをですね、文章ではあるんですけれども、感じさせていただいて、でその、まあ、熱量に僕は、胸を打たれて、ぜひとも、楽曲提供させてくれっていうことで、それから現在に至ります。僕もですね、本当そのいろいろなさまざまな音楽ゲームがありますけれども、やっぱりそのダンスゲームに関しては深い深い、変えがたい思いがですね、未だにですね、体に染み込んでおりまして、でいつかは本当そうですね、もう死ぬまでにはあと一つは究極のね、やっぱりダンスゲームというものを個人的には作りたいなっていう思いは山々あるんですけれども、まあ、現在ステップマニアックスがですね、世界中でですね非常にですね、盛り上がりを見せているというところで、これは本当カイリー君はじめフレアとステップマニアックスのですね、スタッフの方々、そして、ステップマニアックスを応援されている、皆さんの、パワーの表れかなと思いますし、まあ、何よりも、内容を拝見させていただいた限り、非常にですねダンスゲームに対する、皆さんの熱量といいますか、思いがですねすごくディープなホットな、思いがいわゆる形表現できている、非常にライブな、ゲームになっているなと思いまして、現在の僕はですね、とてもじゃないけれどこんな熱いゲームを作れないなと思いました。そんな思いもあって、本当にささやかながら微々たる力なんですけれども、ステップマニアックスに、楽曲をですね、自分の時間が許す限り、提供させていただいてるっていう感じです。本当そのステップマニアックス初のですね、ステップマニアックスのみのですね、オリジナル楽曲も何曲かはですね、そうですね、提供させていただいたんですけれども、まあ、なかなか幸いなことに、ちょっと僕も忙しいというのもありまして、いや、それよりもその思いを超えてですね、やっぱステップマニアックスをもっともっと楽しんでもらいたいために、オリジナル楽曲をですね、本当はたくさん提供させていただきたいんですけど、まだまだこの先、時間が続く限り、そうですね、いつかこれだっていうような楽曲をですね、魂込めてですねステップマニアのために、作りたいなっていう思いは十分ありますので、この先、期待いただければなと思います。まあ何はさておき、ステップマニアックスがですね、さらにこの先世界中のねダンスゲームの、ファンの方々にもっともっと愛されて末長く繁栄するように、応援しておりますので、今後ともども、よろしくお願いします。はい、直樹でございました。 See you again.